ご視聴ありがとうございます。今回も、前回の続きになります。先月秋葉原にて行われました新作フィギュア展示イベントワンホビギャラリー2022オータムのまとめ動画で、後編になります。よかったら見ていてください。はい。で、後編になりますので、もし前編を見ていないという方いらっしゃいましたら、説明欄にリンク貼ってありますので、ぜひ合わせて見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今回もワンホビのご紹介動画になるんですが、前回もお伝えした通りイベントもう本当片っ端から撮ってきておりますので、スケールフィギュア中心ではあるんですが他もほとんどを撮ってでちょっとずつ図してます。前回はですねかなりネンドロイドが多かったんですが、今回はですねアクションフィギュアの、フィグマですとかあとロボ系のモデロイドで、あとですねポップアップパレードも今回は結構多いです。で、前回のように、スケールフィギュアの間に挟んでお送りするような形となってます。ですので、守備範囲外のものも多々あるかと思いますが、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。では以上になりますので、ごゆっくりご覧ください。
そろそろ終わりになります。いかがでしたでしょうか。さすがグッスマさんですからね、本当気になるフィギュアたくさんあったかと思います。で、今回で、秋葉原の熱いイベント祭りのまとめ動画っていうのは終了となるんですが、今後はですね、フィギュア単体ですとか、あとはメーカー特集な感じの動画もやっていきたいなと思ってます。で、そうですね、今回のワンホビーイベントですと、前回のも合わせてスパイファミリーですとか、エヴァのアスカで、こと嫁の四つ葉といつきとかですかね。で、あと今回のライザですとか FGO あたり、他にもいくつか団体での投稿を予定をしております。で、他にもですね、メガホビーですとか、アミアミホビーキャンプでも気になったフィギュアっていうのは単体動画投稿していきたいと思いますので、今後もですね、ぜひ気になるフィギュアなんてありましたら、また見に来ていただけたら嬉しいです。お待ちしております。で、今回のですね、イベントまとめ系の動画でですね、コメントをいくつかいただけたんですが、やっぱり名札といいますか、ネームプレートもあった方がいいですよね。どうしても忘れちゃったり、あとバッテリーの問題でするしがちだったりもしたんですよね。で、あと、フィギュアの明るさに合わせて撮ると、プレートは明るすぎて見えない問題とかもあって、結構厄介なんですよね。でもですね、今後はできる限り映していけたらと思います。さらに見やすい内容になるよう頑張りますので、ぜひいいねですとかチャンネル登録、コメントとかで応援いただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いします。はい、では以上になります。今回はイベントワンホビーギャラリー2022オータム新作フィギュア展示まとめでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。